離乳食の保存容器って何がいいんだろうかなと悩んでる方はおすすめです。今日私が紹介したいのはこちら、リッチェルの楽々離乳食小分けパックです。こちら 15ml、25ml、50ml の 3つの種類があります。で、最初の離乳食初期の頃は小さじ1杯分とかずつ保存することが多いので、こちらの 15ml のものを揃えると良いかと思います。私はまあちょっと自分が撮影に使ったりもするので多めに買ってはいるんですが、そうですね、1袋に2セット入っているので、2セットだから4つとかあったら十分足りるんじゃないかなと思います。続いてこの 25ml のもの、私はこれは結構メインで使っていたんですが、離乳食の中期ぐらいからはこれがメインになってくるかと思います。離乳食が終わってしまった後も、実は私このほうれん草とか小松菜とか野菜が安く買えた時に大量に買って、茹でておひたしにするぐらいのサイズに切って詰めるとこれちょうどいいんですよね。1回分っていう風に保存しておいて、これをお味噌汁にポイッと投げ入れて1食分のお味噌汁にしたり、粉スープの素とかを入れてそれにお湯注いでこの野菜をポイって入れてお野菜をちょっと食べた気分になったりもしています。ママって意外と栄養不足になりがち、母乳を出してる方もそうですし、子供の離乳食に気を取られて自分の分とかにの栄養って意外と取れてなかったりするので、こういうところで野菜を補うのもありかと思います。よくやるのはカップラーメンなんかにこれを入れてお湯を入れて3分待って食べるっていうのを結構やったりもしています。最後にこの 50ml のものは、そうですね、離乳食の後期によく使いました。結構ご飯とかを保存してるんですが、80とかになってくるとこの50のやつにとさっきの25のやつを合わせてベビちゃんに出すっていうような感じにしていました。こちらは、たくさんあってもいいのかなと思ったんですが、あんまり量が多くなってくるともう直接子供の分はもう炊飯器からすくってお湯をかけてっていう風になったりもしてきたので、こちらはそうですね、2パックですのでこれも 15ml と同じぐらいで、4つぐらいあれば十分なんじゃないかなと思います。で、いろいろ保管容器ってあると思いますが、最初の頃私は製氷皿でやっていたんですが、2回ぐらい買ったんですけど、こう真ん中で折れちゃって、あと取り出しづらいっていうのがあったんですね。で、こちらリッチェルの保存容器に変えたところ、この部分だけ欲しいっていう時にその部分だけポロッと取ることができたので、あと蓋もできるのでこれってすごくいいなと思いました。他にもジップロックなんかに薄く伸ばして凍らせておいて、で使う時にこう箸とかでこう割れ目をつけるっていうやり方もいいなと思ったんですが、その度にこうゴミが出てしまって、ジップロックも1回とかしか使えないのもったいないなと思ったんです。でこれだと何回も洗って使えるので、結果的にはこちらの保存容器はすごくおすすめかなと思います。先ほども言ったように離乳食が終わった後もいろいろ活用することができて、むしろこの 15ml のものにを製氷皿みたいな形で氷を作ることもできますし、さっきも言ったようにこの中ぐらいのサイズ 25ml の中にお野菜を詰めて自分の大人用の野菜保管に使ったりもしています。これが参考になれば嬉しいです。高評価、チャンネル登録お待ちしています。それではまた、ベビーママでした。